ツにも1年行きましたよね、それでもまあこれだけ300試合出てるような、まあ選手なんだなっていう風に、まだ30歳ですからね、はい、はい、楽しみですよね、これからがまた。スパクサス群馬対ジュビロ磐田の一戦、今キックオフ前半がスタートしました。前半左側から右側に攻撃していくホームのザスパ草津群馬。でもそれぐらいやっぱり、はい、あの常にゴールを見て、うん、しかもなおかつ正確なキックで、蹴れるっていうことですもんね、うん、さあこれは伊藤からのスルーパス、あー笛が鳴った。川又レフェリーはペナルティースポットを指します。その声もありますが、ただ、まあ、これはまあ PK では PK ですね。あの小川の方が先にね、先に入りましたね、はい、スピードがあったので、はい、あの岡村もちょっとこのあやらチームの中では最多得点者となります。エースの称号9番の小川幸喜、先制アウェイジュビロ磐田。28分、自らがファールを受け、まあキーパー清水からすると本当悔しいんですよね、この真ん中にちょっとしかも緩い、大井がいった、あっと青木のいいディフェンスだ。今度は加藤が、お前これですよ、これがクオリティです。お前元気、これがクオリティ、この加藤の左からのドリブルも素晴らしかったですし、まず青木がしっかりとボールを取れたことですよね。元気はちょっと外に開きながらボール回ってますよね。そして来たボールパシッと止めて、そして逆サイド、もうこれがクオリティです。ここのトラップが止まるかどうかから田中が入っていく。どうする、キックフェイント、右足に持ち替えてゴール前に送ったボール、さあロングシュートがある、うん、これは縦のボール、大前を狙った、ジャスティンだ、ジャスティン、すごい金城ジャスティン俊樹、すごいザスパ草津群馬逆転。うん、この宮坂からのまず縦へのボールですよね、右にパス出すのかなと見せかけて縦に入れたところに大前元気がしっかりと落としたところに、このジャスティンですよね、左足と注目したいですね。うん、強い、これ入って、ヤンのシュート、クロスバー、そして押し込んだ。でずっとこの背負われてなかなかもう吹っ飛ばされましたからね。そしてその後この折ってここで終わらすと、そういうプレーですね。2対2ドロー決着。